有利おはよう。家おしんガスを反映今日1月24日はだんだんと冬型の気圧配置が強まり、明日にかけて非常に強い寒気が流れ込みます。日本海側の高半にで大雪となって、立ち往生などの交通障害の恐れがある。ほか。 東京や大阪、名古屋など太平洋側の各地でも雪の降る可能性があります。低気圧が発達しながら東へ進み、日本北京は冬型の気圧配置が強まります。北日本の日本海側では朝から雪の降るところが多く、北陸や北近畿、山陰でも上々に雨から雪に変わります。午後から夜にかけては、 JPC-Z 日本海艦隊機団収束帯の活発な雪雲の帯が北陸から山人にかかるため短時間で積雪が急増したり突風や雷を伴う恐れがあります立ち往生による大規模な車両滞留などの交通障害が発生してもおかしくない状況ですので不要な移動は避けるようにしてください 寒気が非常に強いため九州や中国四国地方でも雪が降るほか関西や東海地方などの太平洋側にも発達した雪雲が流れ込む見通しです普段、なかなか雪の積もらない福岡や大阪などでも積雪となる恐れがあるため車のスリップ事故や方向時の転倒などに 十分注意するようにしてください関東でも夕方から夜に雪雲が南下するため一時デッキに雪の降る可能性があります長く降り続くことはない見通しですが局地デッキに雪の降り方が強まり積雪となる恐れがあるため注意が必要です夜は急速に気温が下がるため老面凍結などにも注意してください 米マイクロソフトは23日人工知能を使用したチャットボットを開発する米研究開発企業オープン AI との提携関係を延長し複数年にわたり数十億ドル規模の投資を行おうと発表した追加投資額は100億ドルと報じられている チャット GPT は昨年11月予告なしに公開されわずか数秒で小論文や記事詩を執筆したりコンピュータープログラムを書いたりできることからインターネット上で大きな話題を呼んだ教育機関での悪用の懸念を受け米首都ワシントンやニューヨークなどの大学や各区は利用を禁止 オイスワッカーが将来 AI で置き換えられる可能性についての議論も巻き起こした。